これは大学生の時の話です。私は友人たちと車で海に行くことになりました。夜遅くに出発し、高速道路を走っていると、突然ナビが故障してしまいました。仕方なく高速を降りて下道を進むことにしましたが、辺りは街灯も少なく真っ暗で、道もよくわかりませんでした。しばらく走っていると、トンネルが見えてきました。友人たちは怖いから引き返そうと言いましたが、私は大丈夫と言って、トンネルに入りました。トンネルの中は真っ暗で、車のヘッドライトだけが頼りでした。しばらく進むと、後ろから車が近づいてきたので、道を譲ろうとスピードを落としました。しかし、車が私の車にどんどん近づいてきます。私は恐怖でハンドルを握りしめましたが、もう遅かったのです。車は私の車の後ろからものすごい速度でぶつかってきました。車は大きく揺れ、私は気を失ってしまいました。目が覚めると、私は病院にいました。友人たちが心配そうに私の周りにいました。何があったの？と聞くと、友人がこう言いました。トンネルで事故に遭ったんだよ。君は重傷だったけど、奇跡的に助かったんだ。私は事故のことを思い出して、背筋がゾッとしました。後ろの車はどうなったの？と聞くと、友人がこう言いました。後ろの車は、君は一人ハンドル操作を誤って事故に遭ったんだよ。ところでどうしてあんな時間にあんなところを走っていたんだい？話を聞くと友人たちは、事故に遭った時間は別の場所で遊んでいたようです。私は今でも、あの時のことを思い出すと、恐怖で体が震えます。あのトンネルには、何か恐ろしいものがあったのでしょうか？私と一緒に車に乗っていた友人たちは誰だったのでしょうか？真相は誰にもわかりません。しかし、私はあのトンネルを通ることは、もう二度とありません。あなたも、もしこのような体験をしたことがあるなら、ぜひコメントで教えてください。